吉根さん、私のトランザムナイト2000、ついに車検が決まりまして、陸送をかけることになりました。陸送金額だけで35万でございます。ありがとうございます。先日税金払って、10万ぐらいですか、払ったばっかりです。そして、毎月この維持費、例えば保険だけでも数万円します。なんか車のローン払ってるみたいです。なんかね、もう1台買ってるような感じですね。乗りながら、なかなかつわもんですね。でプラス車検が2年ごとに来て、これが陸送35万、多分車検自体もそのぐらいかかるんじゃないかなと思いますね。まあ、100万以上車検に払ってる吉谷さんに比べたらなんてことないんですけどもね。でね、今回ねダイソンが壊れましたっていうテーマでいただいたんですけども、まあ、ナイト2000が壊れましたっていうテーマで動画を何本か撮ったことがあるんですけども、まあこれ回ってますね。おかげさんで修理代ぐらいはなんとか稼げたんじゃないかなと。要するに壊れたという現象を発信することによってなぜか課金が発生するということでございます。不思議な世の中ですね。だからこれが新しい IT インターネットの世界の価値提供であり、まあキャッシュフローなんだろうなと思います。でこれに気づけているかどうかなんですよね。となったら身の回りのもので壊れたもの、これ幸いなわけですよ。壊れたものでも買ったものでも欲しいものでも願望でも何でも発信すると共感や異論がそこに発生して何らかのキャッシュが生まれてくるっていうね、こういうことなんじゃないかなと思うんですよ。確かにね、なんて言いますかね、私も10代の頃先輩の自慢話とか先輩の失敗話とかねよく聞いたような気がするんですよ。だから女性関係の失敗とかね、麻雀での失敗とか、それから進学で悩んでるとかね、喧嘩しました、怪我しましたとかね、誰と揉めたみたいな、そういうのってのはまあ尾崎豊じゃないんですけども、誰かの喧嘩の話にみんな熱くなりって言いますけども、なんかコンテンツなんですよね。誰かが口を開けば、誰かが何かをすれば、犬を歩けば棒に当たると言いますけども、全てがアクシデントでありサプライズであり出来事なんですよね。で人生ってのはそういう出来事を繰り返していって、良きにつけ悪しにつけ何かを感じさせる、いわゆる価値を提供してるんですよ。この何かを感じさせるっていうのが価値提供なんじゃないかなと思いますね。だからダイソンが壊れようと、ナイト2000が壊れようと、 R34 のなんか100万円が返ってこまいと、なんかそこにはねドラマがあるんだろうなと思います。だいたい R34 ってなんか台数も少ないし、なんかやっぱりね世の中に出る台数も少なければ、基本的に走りまくる車なんで、コンディションがいい状態で残ることってあんまりないんですよね。バンパーが壊れてみたりとか、修理してみたりとか、ボンネット曲がってみたりとか、だから余計貴重なんじゃないかなと思いますし、それにやっぱ希少価値が出たということを発信する人がいるから、まさに希少価値が出てくるし、1000万2000万と価格がついてくるんでしょうね。でも吉田さんね、例えば今2000万で R34 が売れたとして、購入価格と今までの維持費で2000万優に超えてるんじゃないかなって気がしますね。となると2000万でも合わねえやっていうねもちろん売る気はないでしょうけどもね。でも通常の車っていうのは、量産型の車っていうのはいろいろ払って引き取りの時に、まあ廃車代金1万円もらうか払うかどっちかぐらいですよね。まあでもね、車を引き取りに来たっていうエピソードですらお金に換えることができるのが私たち YouTube をやってる人間でしょうね、きっとね。だから私は YouTube をねどんどんやってほしいし、会社をクビになったっていう YouTube でもものすごくねアクセス集まるし、なんかそのガードマンの給料明細見せますとかね、なんかある給料明細系とかもね、なんか人の給料明細って気になるんでしょうね。私の場合暗号通貨を決済しましたって言ったら、いくら決済したんですかってからね、なんでそういう人のね通帳の中を覗こうとするのかなと思いますけども、人のお金には興味あるんですよね。で今日ね漫画が届いたんですよ。私が10代の頃に読んでいた少年マガジンの中ですごくマイナーな漫画、ジョーってやつなんですけどね、まあ、誰も知らないと思うんですけども、こんなマイナーな漫画でも持ってる人がいて、メルカリに出す人がいて、そして買いたいという私がいて、1点しかなかったんですけども買ったみたいなね、その人にとってもいらないものというか世間的にはいらないものなんですよ。誰ですかこれ、橋本欽一さんという漫画家、誰ですかみたいな話じゃないですか。でもこの頃私10代の私はこの橋本欽一さんという方がね書く漫画になぜか熱狂して、今懐かしいなと思って読みたくなるという、この懐かしさも価値になるということですね。懐かしさといえば機動戦士ガンダムなど、重戦艦ヤマトなどリメイクしてもバンバン売れてますよね。すごいですよね。なんか
親子で楽しむアニメみたいなね。しかもアニメーションの技術も高まってきて、なかなか面白いなと思いますね。これから一体どうなるんでしょうか。まあそんなところで、いってらっしゃい。